立浪監督、宇佐美は来た時は、これじゃきついと思ったが、打撃コーチが修正して打てるようになった。8回の同点打は代打宇佐美、来た時はちょっとこれだときついかな、と思ってたんですけど、バッティングコーチがうまく修正してくれた。ヒットも出ていい形になってきてるんで、先発もあるし、代打の切り札でもまたやってもらえるように、今日はいい自信になった、じゃないかと思ってます。和田さんが有能ってこと？すごいな、どうしてそれを生え抜き相手にやらないんだ。たった10打席くらいで何言ってんだ。コーチが修正したと話した後に自分のアドバイスしたこと入れるの好き。そんなにすぐ結果が出るなんて、和田さん超有能やんけ。打つ方はなんとかします、和田が。ならとっとと石川とか優遇直せよ。中日は数年後強くなってそう。めっちゃ活躍してるのかと思って、成績見たら10打席も経ってないやんか。そらまだ移籍して1週間やぞ。今年のオフもいろいろとトレード連発しそうやな。それ自体は良いことではあると思うけど。トレードに限らず、FA にしろ、外国人にしろ、誰かを補強するときは、誰かを出さなあかんから寂しいけど、新しい選手が来るとやっぱ、ワクワクするな。つまり、立浪が指導せずに、コーチが指導したらいいのでは？今年はもう、立浪はあまり指導してない。大体はダカモリのや。皆さんは、立浪監督の発言、どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。